クロセアタワーは東京都目黒区大橋に所在する超高層マンションである。首都高速道路の大橋ジャンクションと周辺区域契約3.8ヘクタールを一体的に整備する大橋地区第二種市街地再開発事業の一環として建設された。再開発事業は道路の上下部分に建築物の建設を可能にした立体道路制度を活用した。 この制度を活用することで、大橋ジャンクションの上下空間に建築敷地との重複利用区域を設定。重複利用区域を再開発ビルの敷地面積に参入することで床面積が46%増えている。建物は地下2階、地上42階だけで、3階から6階と11階から41階が分譲集合住宅や地権者の住宅、 2階と7階から9階には、目黒区立大橋図書館役役所出張所などの公共施設やスーパーマーケットなどが入った。分譲10個491個のうち48個を、事業志向者の東京都が443個を、特定建築者の東急不動産、東急三井不動産レジデンシャル、裏区土地の4社が販売した。東京都が売り主になったのは、 権利者が返上した権利床音が保留床として取得したためである。外観デザインでは茶色のタイルを張った基段部に白い居住部を重ね、独特の存在感を強調した。再開発エリアはオーパス、メグロ大橋と相性が付けられ、ジャンクションの上に設けられたメグロ天空庭園とタワー9階から歩行者デッキで直結している。 北西側には先行して、2009年4月に、プリズムタワーが竣工している。ABCDEFGHIJKLM、日経アーキテクチャ2013年4月25日号79ページ、ABC、目利きが切る、東急府、クロスエアタワー広い空中庭園に直結、日経産業新聞2011年1月25日、ABC、 日経アーキテクチャ2013年4月25日号77ページ、日経アーキテクチャ2013年4月25日号78ページ、新建築2013年5月号102ページ、高速道路と公園の融合から、大橋ジャイクションマイナス建設コンサルタンツ協会。ありがとうございます。